東日本大震災における帰宅困難者。帰宅困難者とは、勤務先や外出先等において地震などの自然災害に遭遇し、自宅への帰還が困難になったものを指す用語。帰宅難民とも言う。特に首都直下地震や東海地震の発生により、大量の帰宅困難者が出現することが懸念されている。産業革命以降、鉄道交通とそれらを利用した。 公共交通が登場したことで、徒歩では丸つ日かかるような郊外にも、都市の労働者が居住するようになった。日本においても、戦後急速に首都圏をはじめとする大都市圏が、公共交通の発達を前提に形成されていった。災害発生により、交通機関が途絶する事態が生じた際に、自宅があまりにも、 遠距離にあるということで帰宅を諦めた帰宅断念者と長距離ではあるが何とか帰れると判断して徒歩で帰宅しようとする遠距離徒歩帰宅者の両者を合わせたものである。内閣府中央防災会議では統計上の大まかな定義として帰宅距離10キロ以内は全員帰宅可能10キロを超えると帰宅困難者が現れ20キロまで1キロごとに10%ずつ増加。 20キロ以上は全員帰宅困難としている。首都直下地震帰宅困難者等対策協議会策定のガイドラインでは帰宅困難者の徒歩等による一斉帰宅が起こると応急活動に支障をきたすため災害時には一斉帰宅抑制対策を行い帰宅しないよう呼びかける。企業は3日分の備蓄を行うこととされている2011年3月11日に 発生した東北地方太平洋沖地震の際には、鉄道やバスなど多くの交通機関が運行停止し、首都圏を中心に約10万人の帰宅困難者が続出する事態となった。同年6月20日、東日本旅客鉄道社長の清野里氏は、新宿区の東京都庁舎へ訪問し、震災発生当日に、首都圏の JR 尖閣駅構内から、 利用客などを外に締め出し、シャッターを閉めて閉鎖した対応について、東京都知事の石原慎太郎に直接面会した上で謝罪した。同年9月1日、東京都庁と警視庁は、帰宅困難者対策の一環として、災害時に緊急車両以外の車両が、都内の幹線道路を通行することを規制する訓練を都内97カ所で実施した。 2013年3月8日にも警視庁は2700名の警察官を動員し同様の訓練を都内550カ所で実施した。東京都では震度6弱以上の震災が都内で発生した場合は警視庁によって車両の全面通行止め等の強力な交通規制が行われることが条例で定められている。緊急車両の円滑な運行のため 帰宅困難者等が運転する一般車両は警視庁が行う規制に従う義務を負う。千葉県警察、埼玉県警察においても震災時には一般車両に対する強力な交通規制を実施する方針である。ちなみに東日本大震災では都内の震度は最大でも5強であったため首都高速道路を除いては交通規制が実施されず。 深刻な交通集中による渋滞が発生した。2011年9月21日午後2時頃に静岡県浜松市付近に上陸した台風15号は関東地方への接近が帰宅ラッシュ時と重なる時間帯であったため首都圏では公共交通機関が都営地下鉄大江戸線を除いての木み運休東日本大震災以来の多くの帰宅困難者が発生した。 台風の過ぎ去った21時頃から順次動き出したが、助行運転での運転再開となり、また駅や会社などで待機していた利用客らが一斉に駅に押し寄せたためホームへの入場制限なども行われ、正常化には終電までかかった。南岸低気圧により、東京では45年ぶりの大雪となり、交通機関が混乱した。千葉市役所では帰宅困難者のために、 役所へ宿泊者を受け入れた。千葉県庁でも宿泊者を受け入れた。2018年6月18日の午前7時58分に発生した大阪府北部地震の際も、京阪新地域の交通機関が混乱した。発生時間が通勤時間に重なっていたために通勤途中で緊急停止した列車から徒歩で直近の駅へと向かった、通勤客らに自治体が 地域の体育館などを休憩所として提供した。また夕方には、淀川に架か,かる橋が、大阪都心から徒歩で渡り帰宅する人で混雑した。2011年5月25日、NTT ドコモは、携帯電話の位置情報などを活用して、東日本大震災後の東京都内の人々の動きのデータ解析に成功したと発表した。今後研究を進めることにより、 途方帰宅者への食料援助をどこに配置すべきかなど、防災計画への運用も可能になるという。2011年12月1日、新語、流行後対象で帰宅難民がトップ10に選出された。2013年12月31日から1月1日の上海市2013年12月31日、上海市の主要交通である上海軌道交通は、 全線の利用者数が889万8000人に達し、史上最高記録を更新した。しかし、地下鉄が午前0時前で通常通りに終電してしまったため、帰宅の足がなくなった帰宅困難者が数十万人に上った。公共バスは深夜バスを増発し、港北の観光名所、ワイタンからは65本の夜間臨時バスを出したものの、 ワイタンのライトアップとプロジェクションマッピングによる監修は30万人にも及び対応しきれなかった。イベント終了後には多くの人が中山一路や周辺道路に溢れ出し交通渋滞を引き起こした。ありがとうございます。